こんにちは、つかさです今日もですね、えー、プログラミングに関する、えー、動画を撮っていきたいと思います。えー、今日はですねあの、Java プログラミング入門、最も簡単なコード、定番の Hello World を実行しますということで、えー、やっていきたいと思います。まず、えー、ソースファイルについてですね、えー、説明を簡単にしたいと思います。まず、えー、とテキストにですね、えーえー、クラスというものを定義します。 今日はですね、えー、とクラス、えー、テスト0822というものを、えー、作成、定義いたしました。でえー、その次にブロックをです、ね、記述しますで。このブロックの範囲ですね、この範囲内のに、えー、実際の処理を、えー、記述していきますで。まずですね、その中で書かなければいけないのはメインメソッドというものになります。えー、これはあの先日 C シャープのですね、 ハロ、えーワールドの動画も上げさせていただいたのですが、まあ、それと同じでですねあのメインメソッドというものを Java でも、えー、定義していきますでこの、えー、詳しい内容についてはですね、えー、この動画ではちょっと説明しませんのでまずはパブリックスタティックボイドメインカッコでストリングア、えーグスというものをですね、えー、記述していただければと思いますでここにもですねブロックを、えー、設定しますと このブロックの範囲内に実際、今回、HelloWorld を出力するメソッドを記述していきます。このメソッドがですね、システム .out.println というメソッドですね、はいで。この括弧ですね、丸括弧、これ引数と呼ぶんですけども、この引数に渡された、えー、HelloWorld という文字列、このダブルコーテーションで囲われたところが文字列となります。 を、えー、出力するというメソッドになっております。で、この、えー、処理ですね、処理の終わりを、えー、示すのにセミコロンを記述しますと。あとはあのク,ラス、えー、クラスとあのメソッドのですね、えー、範囲、定義の範囲を示すブロックを閉じる、波加工閉じですね、を記述しておりますといったような、えー、内容のコードとなっています。 で今回です、ね、これを実際に実行していきたいと思いますので、えー、とまずはコンパイルをします。コンパイルは、ね、JavaC というコマンドを使いますね。JavaC、はい。で、えー、とこの、えー、ファイル名ですね、テスト 022.java、これをまず実行します。 時間かかってますかねあ来ましたね。はい。で、実行はですね、えー、っと、この .java を取り除いて、java ですね。はい。java test0822 という、えー、形で実行します。あ出ましたね。はい。Hello world と出力されております。はい。これが java のですね、一番簡単なコードということで、えー、定番の ロワールドを実行させていたた。だきましたで今後もですね、えーまあ、ビギナー向けのですね、あのプ,ロプログラミングに関する、えー、動画を上げていきたいと思います。まあ、C シャープ、Java、あとはあの今後、Unity とかですね、ゲームに関する、えー、プログラミング動画なども上げていきますので、えー、ぜひ、えー、ご視聴いただけると嬉しいですで。本日はありがとうございました。